他の人に言いたいことが言えない、他の人が自分がどう思うかっていうのを心配してるっていう表情は、この病気の原因は自分の心、自分の価値を自分で認めていないっていうところかもしれないわけよ。じゃあどうやってそれを直していくのかっていうのを話していきましょう。Hey guys! 今日ね、LINE の Q&A の質問を答えていきたいと思います。でね、今日いいのが来たんですよ。僕は新しい習い事に入って半年経ちましたと。半年。でも、チームの子たちと全く馴染めなくて、いつも一人ぼっちです。ね、初対面同士だとうまくいくんだけど、もともとグループになっているところに一人で入っていくのって本当にできないんです。わかるよね。もうグループがあって友達とかがいて仲間がいて、そこに初めて外の人って入るのはすっげー辛いことだよ。で、半年も経っているんで、おとなしくて無口な子みたいなイメージになってしまい、みんなも話しかけづらいのかなって感じます、ね、時間が経てば経つほど行動に起こせなくなって、話しかけたくても一歩から踏み出せません。そろそろ変わりたいです。友達関係なんかで大好きな習い事をやめたくありません。何かアドバイスがあったら教えていただきたいと思います。 Alright、 今日はね、それについてメガアドバイスがあります。でね、まずこういう問題が出てくることは人生のチャンスを紹介してくれるっていうことを忘れないでもらいたいんだよね。みんなよく聞いてね。人生の中で辛いことがあったら、それは本物の自分と合ってないとこ、どっか自分の人生で嘘をついているから、そこの現実が問題として現れているっていうことなんだよね。まあ今のはちょっと深い説明だったんだけど、ポイントは問題がチャンスなんだよ。で、今この辛い経験っていうのは必ず終わることなんだよね。必ず終わることなんだよ、ね、だからそれはどうやって終わるのっていうと、ね、自分が引っ越しして終わるとか、この場合だったら習い事で終わるとか、ね、仕事だったら仕事が転職して終わるとか、ね、どんなに辛い仕事でも永遠に続かないわけよ。だからみんなそれを頭に忘れないでもらいたいんだよね。自然っていうものはね、このようなコンピューターとか形になっているように見えるかもしれないけど、このコンピューターはコンピューターになる前には石とか砂利とか、まあ、鉄とか、そういうね、いろんなものが集まって今コンピューターっていう風になってるんだよね。だからどんなに辛いっていうところに今自分がいるかもしれないんだけど、まずこれは永遠に続くことができないんだよね。自分で永遠に続くって思うことはできるけど、問題っていうのは永遠に続くことはできないっていうことは、 it's a 一時的なことなんだよね。そのような感じで問題に取り組んでいくと、まず最初に何が起こるかっていうと、問題が目の前になって、ぐわー、この問題大変だっていうのを、シャッ、問題と自分に距離を置くっていうことを、まず僕は最初にするのが一番いいと思います。っていうことは、この問題は必ずいつか終わっちゃうんです。ね。いつか終わっちゃうってなると、まずパーソナルに受け取らなくていいっていうことなんだよね。Alright。でね、ちょっとこの次のアドバイスは、ゲーム感覚、アドベンチャーみたいな感じで聞いてもらいたいんだよね。ゲーム好きな人いるかな？僕大好きです。ね。本当にね、若い時はドラクエとかやってて、ね、ファイナルファンタジーもやってたんだけど、アドベンチャーっていうものは何が起こるかっていうと、ゲームっていうのは最初は主人公が弱いんだよ。主人公がいろんなチャレンジを受け取って乗り越えていくことによって、主人公がレベルアップしていくんだよね。で、ボスとか戦って怖いダンジョンに入っていって、ダンジョンのボスをやっつけて、デレ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 、レベルアップしていくわけよ。で、面白いことね、ゲームを卒業する、ゲームが終わるまでには絶対その主人公のレベルが上がったら、自分とレベルに、その主人公とレベルがマッチしてる敵が出てくるわけよね。ね、だからアドベンチャーの法則っていうのが人生にあって、どういうことかっていうとね、自分の人生の中には必ずチャレンジが出てくるのよ、ね、で、このチャレンジを乗り越えていくことが僕本当に人生だと思うんだよね。 Alright、 じゃあね、そういう頭の中に入れといて、そういうそのアドベンチャー、これはゲームだっていう感じで、ちょっとこの次の場所聞いてもらいたいんだけど、今他の人と揉めている時、特に人間関係で、このような関係で相手が自分に対して何を思っているんだろう、ね、僕こういうことを言いたいんだけど、この発言の勇気がないなっていうことは何が起こってると思います？
It's all about your self-worth. セルフバリューなんだよね。自分に価値があるのか価値がないのかっていうふうに思ってると思うんだよね。で、自分に価値がないっていう状態にいると他の人が自分に価値を与えるっていうパワーを他の人に無意識的に与えちゃってるのね。ね、だから例えば自分はこういうことで一言言ってみたいんだけどこういうことを言ったらバカにされるんじゃない、嫌われるんじゃない、嫌だって言われるんじゃないかって思うじゃん、ね、それは自分のパワーを相手にあげちゃってるわけよ。で、何が起こってるかっていうと自分のセルフバリューを自分で与えることができない状態に入っているっていうことなんだよね。まあこれね、本当にね、スティーブン・コービー博士の7つの習慣っていう本があって、この本をすっごい僕おすすめしているんだよね。なぜかっていうと彼もこの同じのことを言っているんだけど、自分のセルフバリューっていうのはね、そのパブリックビクトリー、他の人から認めてもらうっていうのはね、人からの勝利、外での勝利っていうのは内面の中の勝利の後に自然に起こることなんだよね。自分の心の中で勝つ、自分の心の中で僕には価値があるんだ、私には価値がある、私は愛されている、私は大丈夫っていう状態に自分を置くことができると、他の人にパワーをもらうっていうことをしなくてもよくなるわけよ。なぜかっていうと、そのなんていうのかな、例えばガソリンタンクの愛が満タンになるみたいな感じで、ね、他の人に僕の、ね、心が空っぽなんだよ、あなたの愛をくださいって言って、ね、でそこで、じゃあ愛あげるよって言って愛をもらって、ああ幸せってなるんだけど、これを自分でやらないといけないんだよね。自分でできるようになると他の人が、おいクリス、例えば僕の場合ね、おいクリス、そのことそれ違うよって言っても、いや僕はこれが正しいと思うんだって言ってパーンって終わりなのよ。それでバイバイっていう感じなんだよね。でも僕のハートの愛のタンクっていうのかな、 Your self value, your self worth、 自分の価値っていうのをまず自分で理解していないと他の人からの価値が必要だって思い込みになっちゃうんだよね。なのでまずまずまずここで理解しないといけないのは、この表情、このシンプトム、お医者さんがね、病院に行くじゃん。で、お医者さんが、あなたは何が悪いの？って言ったら、熱が出てて、コフコフって言ってね、それは風邪だよって言うじゃん。この表情が出ている。他の人に言いたいことが言えない。他の人が自分がどう思うかっていうのを心配してるっていう表情は、この病気の原因は、自分の心、自分の価値を自分で認めていないっていうところかもしれないわけよ。じゃあどうやってそれを直していくのかっていうのを話していきましょう。 Alright, so you、 あなたは生まれてきた瞬間から100点満点なのよ、ね、この宇宙っていう偉大な、このマジこれリアリティね、みんなね、これ東京がリアリティとか、ね、仕事がリアリティと思ってるんだけど、それはリアリティの一部なんだよ。もう一つの本当のリアリティっていうのは、この星は何百万年前の石とかのもので、本当に宇宙の太陽をぐるって回ってんだよ。で、信じられないようなでっかいところで、ね、何億年前に作られたとか、こういうリアリティも本当にあるわけよね。で、ちょっと魂的な話になるんだけど、自分っていう存在はもうこの自然の中の一部のものなんだよね。ね、だからある意味外の石と同じもんなんだよ。僕たちはリアルに体っていうのもそうだし、本当に自分は何かっていうと、このクリエーションの、この自然の中の一部の一つなんだよ ね。 That is what you are。 それ一部、本当なのよ。それがあなたなのよ。そのあなたが悪いことできるかって言ったらできないわけよね。なぜかっていうと、あなたは自然のままだから。で、悪いことができるって思ってるのは、あなたの自分のフレーミングなんだよね。あなたの自分のサングラスみたいなんだよ。わかる？自分に価値がないっていうのは、自分が勝手に思い込んで、これが本当だって思ってて、自分が、私には価値がないんです。あなた様、私に価値をつけてくださいって、他の人にそのパワーを与えちゃってるんだよね。You gotta take back your power. You got to take back your power. で、この自然のものとして自分にはめっちゃパワーがあるわけよ。
ね、どういう感じでパワーがあるのかっていうと、やりたいことをやりたい時に自由でできるっていうパワーがあるわけよ。ね、これちょっとおかしい話かもしれないんだけど、学校行きたくなかったら学校行かなくていいわけよ。仕事行きたくなかったら仕事行かなくていいわけよ。旅行きたかったら旅行けるわけよ。ね、いやいやそんなの無理だよ、仕事行かないとダメだよ、いやいや仕事行かないと、仕事行かないとお金が入ってこなくて多分家賃払えなくなっちゃって、その今住んでる場所で住んでいけなくなっちゃうかもしれないけど、あなたはその自由を選べる権利を持ってるわけよ。自分ができないって思ってるのは自分なんだよね。でここで次のステップが入ってくるわけよ。どういうことかっていうと、僕は本当に自分がやりたいことをやりたい時にやることをすっごいおすすめしているんだよね。超おすすめしているんだよ。で特にこういうビデオを見ている人はエンパスっていうか本当に心がいい人で、もう世界が幸せになることを心から祈ってる人たちが見る番組なんだよね、クリスの部屋って。でこういう人たちに力がついて、こういう人たちが自分には価値があるって気づいて、自分がやりたい時にやりたいことで行動を取っていったら世の中が変わってくるわけよ。すっごいいい世の中に変わってくるわけよ。でも僕たちはこうしないと悪いことが起こるよ、こうしないと罰に当たるよっていう、そのような、あ、そうなんだって本当じゃないんだけど、自分の頭の中、自分のフレーミングだよね、自分のサングラスの色みたいなもので、これが本当だっていう、この自由がない世界の中で生きているっていうことが現実になっちゃってるわけよ。これを外していくのはどうやればいいのかっていうと、真実なんですよ。リアルっていうことなんだよ。 The truthRight? There's nothing stronger than the truth. で、真実が光を持ってくれるわけよ。戻るんだけど、あなたは自然の一部なのよ。ね、だからあなたはあなた一人って思ってるかもしれないけど、実はあなたはこの全部の自然とつながってるんだよね。で、本当は大丈夫なんだよ。何があっても大丈夫で、あなたはパワーを持っているわけよ。何をすればいいのかっていうと、心の中で感じることを少しでもいいからちょっとずつやっていくと、ね、現実が少しずつ変わってくるわけよ、ね、怖いなって思ってて、これやったら悪いことが起こるからやめようってなってると、恐怖を感じる状態になるんだよね。でこの恐怖がまだ自分の波動、自分の体、自分のビーイングに残っているから、恐怖を感じている時に、いやこれやめようって、こう遠慮しよう、怖いからってなると、何が起こるかっていうと、その恐怖がまだあなたについてるから、恐怖を感じている人の行動になるわけよ。怖いからこういう行動を取ろうって、自分を守るために怖いからこういう行動を取ろうってなると、その行動の結果、まだ恐怖残ってると思う？怖いの残ってるんだよね、残ってるんだよ、あるかな。でも自分は大丈夫って、愛されてる、私は自然の一部で何にも悪いことしないし、悪いことできないし、本当に幸せを望んでいるからね、自分の価値を認めて行動を取るっていう風になって、人に話しかけてみるとかね、行動を取ってみると、何が起こるかっていうと、恐怖が嘘だったっていう現実に変わっていくんだよね。こういう怖いことは思い込みだったっていう風な現実に変わっていくんですよ、ね、だから今ごめんね、ちょっとね、あの大体的なことでもうちょっと具体的なレベルに落として説明した方がいいと思うんだけど、ね、例えばそういうチームの仲間の人たちがいて、自分が言いたいことを言えない、ね、なんでっていうと、いや、バカにされるからって、ね、からからわれるからって、ね、本当こういうふうに言ってみんなに話しかけたいんだけど、やめとこうってなるわけよ、ね、そうするとその恐怖をまだ感じてるから、行動として話しかけないっていう行動になるんだよね。でその行動の結果はまだ怖いんだよ、ね、その行動の結果は本当にやりたいことを言いたいことを相手に言えないっていう、この恐怖の不安の中の結果がリアリティに変わっていくんだよね。でもここで大丈夫だって、言いたいこと言っていいんだって、でそして思い切って勇気を持って声をかけてみるじゃん。そうすると何が起こるかっていうと、ね、
あ、そのアイディアいいねとか、あ、それいいじゃんクリスとかね、それいいよって言ってくれるわけよ、友達たちが。でその瞬間に気づくわけよ。あ、この怯えてるっていうのは僕の不安だったんだ、自分がそれを神様だと思ってるっていうか、自分がそこにパワーを与えていたことで本当は嘘だったんだ、僕は嘘を真実だって思ってたんだって、ね、でそこで仲間がありがとうとか、いやそれいいねってなって、その恐怖がなくなっていくんだよ ね、まあ、またはね、そういうね、思いっきり声をかけてみたらその人たちが、え、なんでそんなこと言うの、バカみたいとか変なこと言ってくるわけよ、ね、でそしたらそういう人たちとは友達にならなくてもいいわけよ。そういう人たちはネガティブな人たちで、僕はこれを日本語にするとアホな人たちって言うんだよね。でアホな人たちって本当は寂しい人たちなんだよ、ね、あの友達にな、ね、あのよくあったのは、あの僕が高校中学生の時にアメリカに行った時にすごい人気な子たちがいたわけよ。で人気な子たち、ね、男の子と女の子たちがいるわけよ。で人気だからさ、ね、あ、絶対優しい人なんだ、絶対本当に愛がたっぷりあってみんなと仲良くしてくれる子なんだなって思って話しかけてみると、僕は初めて話してみたよ。なんだよ、その中学校アメリカに行って、アメリカの中学校ですごい人気な子に、そしたらなんだよお前俺と話してくんの、お前には俺と話す価値ねえみたいな感じなんだよね。そういう超冷たいやつが人気だったんだよ、中学校で。で女の子も同じなのよ、ね、すごい素敵な女の子がいて、人気な女の子で綺麗だねって言ってあげたら、プッ、私に話しかけないでダッサみたいな感じで、はぁみたいな感じなんだよ。でここ僕たち気をつけないといけないんだよ。そういう人たちはネガティブなことを言ってるわけよ、優しくないのよ。でもなぜか分かんないんだけど、僕たちってそういう人に憧れるんだよね。でそれはもういい加減に、あの嘘だから、それ真実じゃないんだよ、それやめていけるわけよ。だから自分が言いたいことをそういう友達に言って、そういう冷たいことを言われたら、そういう子たちはアホでいい、アホなんだよ、かわいそうだなって思って、でそういう人たちと友達にならなくていいんだよ。ちょっと距離を置いといて愛をたっぷり送ってあげて、ちょっとすごい寂しいんだろうねってね。でも自分は大丈夫だって、自分は何も悪いことしてないし、ね、僕は話しかけて、ね、友達欲しいからこうやったんだけどっていう感じなんだよね。So you have a choice whether、ね、一つのチョイスは話してみて、ね、あ、 ありがとうって言われる。もう一つは話してみて、バカ話すなって言われる、ね、バカ話すなって言われたら、そういう人たちはもうほっといていいんだよ。ほっとくっていうか、そういう人たちと友達にならなくていいの、ね、だから自分の self worth、 これを自分のこの実は3ヶ月のチャレンジだと思って、ぜひこれについてめちゃくちゃ勉強してください。このビデオだけじゃなくて、本を読んだり、どうやって自分に価値があるっていう、自分には存在があるんだって、ね、自分の存在があるんだっていうのを忘れないで、これを自分のレベルアップ、ね、ヒーローがレベルアップ、これを学んだらものすごい人生変わってくるよ。で学べることだから、筋トレみたいな感じでちょっとずつやってたら、すっごい自分の価値って上がっていくんだよ、ね、でぜひね、クリスの部屋をよくいっぱい見てくれると、間違いなく自分の価値っていうのは上がってくると思うし、僕の友達の、ね、ビデオのとか本とか、本田健さんの本とか、いろんな人が本書いたりとかビデオやってるから、そういうところ、僕のおすすめはもう本当にね、暇の時間は常に何か聞いてるといいと思うよ。オーディオブックを聞くとか、ブログを読むとか、YouTube 聞くとかね、なんか暇の時間があったら、常にバス乗ってるとか通勤とかね、そういう時になんかテレビ見るとか、なんかインスタの広告とか見るんじゃなくて、本当にその自分が学びたいことを知っている人の情報を学ぶ。今本当に無料の情報がいっぱいあるから、うん、であとお金を払って学ぶっていうのもすっごいいいと思う。僕も本当にいっぱいお金使って学んでるんだけど、やっぱりその無料で学ぶっていうレベルと、お金を使ってこれを学ぶぞっていう感じで動いていくっていうのは本当にレベルがちょっと違う。本気でやっぱりお金を払うとね、
自分が本当に学ぶっていう感じになるから、それを忘れないでもらいたいわけよね。だからこの自分には価値があるっていうことを学ぶっていうのはものすごい大切で、間違いなくあなたには価値がある。このビデオを見ている人全員には100点満点な価値なんだよ。でも自分が価値がないって思ってるだけだから、そのフィルターは真実じゃないから外していきましょう。OK? で、こうやって真実、本当のことを知っている人たちは世の中にいっぱいいるから、いっぱいいるから、ね、本当にね、一緒に仲良くやっていきましょう。Alright, thank you so much for your question. お互い頑張ってこうね、一人じゃないからね、一人じゃないよ。Alright, I love you guys so much. じゃあねー。